立ち下がりレラのおちゃんです。今日はですね、ピアニストエディ・コスタという人のリーダーアルバムです。お待ちください。ビブラフォンを叩いている絵になってますけども、彼はビブラフォン奏者としてもすごく優れた人なんですね。ピアニスト兼ビブラフォニストですね。はい、それで今聞こえてると思うんですけどね、この曲ネイチャーボーイという、どちらかというと、あ、これがエディ・コスタです。管楽器が出てきていましたけども、導入からこれエディ・コスタですね。彼非常に特色があります。割とこの鍵盤の左の方を使うんですね。低音を使うんですね。はい、それで、まあ、エディ・コスタといえばギタリストのタル・ファーロ、ベースのビニー・バーグ、この3人でトリオでやってたこともあります。で、30代で若くして亡くなってしまうんですけども、非常に優秀な人なんですね。で、ネイチャーボーイを今演奏してるんですけども、ネイチャーボーイというとどちらかというとこういった感じでは演奏されないんですね。非常にインパクトのある、これ B 面の1曲目なんですね。非常にインパクトのあるネイチャーボーイなんですね。これもっとなんかこういったテンポでは演奏しないことが多いですね。はい、それで今トランペット、これアートファーマーです。まずサックスが聞こえていましたよね。これはフィル・ウッズです。それからベース、テディ・コティック、ドラムス、ポール・モチガン、それでこれモードという西海岸の1957年ぐらいですね、わっと30枚ぐらい出て倒産してしまったレベルなんですけど、ですけどこれそうですね、非常に西海岸でのレコード会社でのものなんですけれども、エディ・コスタも白人です。フィル・ウッズ出てきましたね。非常に黒さを感じるレコードなんですね。ウエストコーストジャズのラインナップが多いこのモードの中でですね、もうハードバック、イーストコーストというと黒人というイメージがあるんですけど、そうではないですね。イコールじゃないですね。もうそういった感覚をエディ・コスタは持ってます。はい、美術もそうですね、白人ですけれども、はい、これはですね、非常に他の曲も含めて名盤です、これは。はい、といったことで今日はエディ・コスタクインテットネイチャーボーイをお届けします。じゃあ、さよう。